こんにちは、四国メタンです。こんにちは、直径かな、ズンダモンなのだ。本日のニュースはこちら。宗像、無職が女子小学生を。治安悪すぎ。今年11月、福岡県内の路上で12歳の少女が、面識のない20代男が性的暴行を加えました。29日午前8時、一人で登校中にいきなり後ろから抱きつかれ、猥褻な行為を受けました。実刑は免れられないのだ。未成年でも10年の懲役だから、執行猶予は絶対にないわ。今回は13歳未満で悪質性が極めて高いから、15年から20年の懲役な気がするわ。心の傷は20年で克服できないのだ。以上、国が国なら極刑ニュースでした。続いてのニュースです。福岡タワー、ついにレインボーへ。ピカピカ。福岡タワーに全長 108m の巨大クリスマスツリーが点灯中です。巨大ツリーは発色に変わり、雪模様の入ったラッピングで包み込むイルミネーションも点灯され、時折サンタクロースが出現します。地元ではこのサンタクロースを見れたら今年は無事に過ごせるって聞いたのだ。もう1ヶ月切ってるわよ。タワー内のレストランでは限定ペアディナーもあるそうよ。売れ残りアラサーウプ主は友達がいないのだ。今から慌てて恋人作ってもクリスマス当日は気まずい感じになる件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。問題、この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。